役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は村人です。9番のプレイヤーが発言します。はい、9番村人陣営です。まあ進行論っていうか、まあ自分がどんな人かっていうのを簡単に言うと、なんだな、投票6、精査6、投票3、あと印象パッションを1ぐらいで拾っちゃうタイプの人間です。まあ印象とかファッションでやんなよって言うんだけど、若干影響を受けちゃうタイプっていうのをなんか理解していてもらえると助かるかなと思ってます。はい、あとなんだろうな、なんか宗教の差になると思うんだけど、ドーン信仰が強いと思うんで、なんだろう、同じような宗教を持ってる人たちが多いならドーン信仰でいいのかなと思ってるんで、僕の位置で次回95秒でみんな一斉に出ませんか。はい、2周目も頑張ります。1番のプレイヤーが発言します。9番さん、ドーン信仰を最初に言って、まあメリットとかを説明してくれたらよかったかなと思うんで、まあ途中からドーン信仰を言ったんで、まあちょっと途中から言ったのってなんか黒くなったかなと思って、ドーン信仰提唱したら白く見られるかなと思って言ったように見えるんで、まあちょっと怪しいかな、若干怪しいかなとちょっと思ってます。で、まあさっきの9番さんに付け加えて、まあちょっと1秒でも遅れたら2戦目っていうのをちょっと共通認識で言ってほしい。多分、例えば狼が進路をやろうって言ってた時に、多分強靭が出たらバッティング全路になっちゃうから様子見ると思うんだよね。まあそれさせないためにもちょっと1秒でも遅れたら2戦目っていう共通認識でちょっと圧かけていきましょう、皆さんで。2番のプレイヤーが発言します。陣営特にしようとなしです。キューバさんの進行いいと思いますよ。はい、ドン進行でいいと思います。あくまで俺の考えですけどね。はい、なんでキューバさんは人狼名っていう興味はないなっていう感じだと思ってます。人狼名は普通にあると思ってるがぐらいですかね。一番さんはめっちゃ今まで乗り気だったのに乗り気じゃないんだなみたいな感じで思って、ちょっと違和感でしかないですね。九番さんの印象って結構良くないですか。九番さん絶対初心移りたくないんですけどっていうぐらいに思っちゃったんですけど、どうなんですかね。そういうところで俺は一番さんめちゃくちゃ怪しく見てます。これは俺の考えのもとなんで、一番さんの考え、二番さんの考え、九番さんの考えについてどう思うかっていうのを、三番さんについて三番さんから触れていってください。で、釣り先をどんどん伸びていってください。で、9-1で僕が精査した中で1の方を怪しんで見てるんで、初週は1でいいのかなって思ってます。ただこれは1週目なんで、2週目になって考え変わったり場面変わったりするので、また話が変わってくると思います。楽しみです。じゃあ3番さんどうぞ。3番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくワンワンワン。単体の発言、理由の部分を特にこう重視するんですが、まずその1番は、途中で提案したからっていうのを理由だったけれども、結局としてそのドーン信仰を肯定する側なんだから、その何だろう、その怪しみ方ってなんかこじつけのように感じる、雑な殴りだなっていう印象です。はい、ね、2番に関しては、まあ9に関してまだ狼目があると、例えば9番が狼で相方とその打ち合わせをしていてっていう前提のもとをドン進行を提唱するっていう可能性があるから、ちゃんとその9番の狼を追ってるっていう部分に関しては印象がいいかなとは思っている。ただし、9番同様だけれども、2番も2周目のスケールを聞いてから判断したいと思います。今のとこ1。4番のプレイヤーが発言します。は、僕ですよ。パワーゲイッショ。よろしくお願いします。まあ、3番におおむね同意。まあ、この中だったら3番がまだまとも。1の9叩きは3の言う理由で不当ですね。雑すぎる。うん。別に9はおかしなことは言ってないし、後半黒くなってもないと思ってますね。途中か。ただ9番の自分の思考の話までだから、1番の9番の捉え方がよくわかんない。
2番が分かんないのは、9番は強目がなくて狼目があるって、強目だってあると思ってますけどね。鈍信仰を提唱するから強靭目がないっていう 理由がよく分かんないですね。なぜですか？盤面を強い信仰だから9番の強目がなくなるんですか？全然分かんない。5番のプレイヤーが発言します。自分ね、9、2、3、4、全員人狼マークつけてます、これ。何言ってんの、本当に。1番っていうのは、9番が、ドン信仰強いと思ってるんだったら、一番最初に言うよねって。で、9番って後からそれを付け加えた感があった。それはその通りだと思いますよ、1番の言う通り。それでもう一つ9番っていうのは、乗って、ドン信仰、宗教の差だけど、乗れる人は乗ってくださいみたいな言い方だったよね。これって同じで、同信仰が強いと思ってるんだったら、乗ってください、絶対乗ってください。一番さんの言うように、例えば一番さん絶対1秒でも遅れたら、信占い師を切るとか、そういう発言をしてるんですよね。これって2番、3番、4番、両方ともおかしくて、一番さんはこれは正しいって自分は思ってるんで、まあ、人狼がいっぱいおるんですけど、まあ、9番、2番、3番、4番、両方とも黒いのかなって自分は思っています。まあ、この中に色いるのかなって。まあ言い過ぎですけどね。6番のプレイヤーが発言します。まあこの件に関しては3番さん4番さんがもう圧倒的に当たってるなって感じですね。まあ9番が別になんかドン進行途中から行ったからその黒くなったっていうのは言い過ぎなのかなって思いますね。途中から白くなろうとしたみたいな考察だったんですけど、それって黒要素ですか？別に黒要素ではないでしょって。はい、むちゃくちゃ印象悪いですね。1番に関しては1番が一角しなければまあ偽で見てもいいんじゃないかなぐらいのレベルで黒塗りをしてるなって思いました。1番の9番への行動は黒塗りだと思います。まあ、ちなみに僕はドン進行弱い派なんですけど、皆さんの意思を尊重して乗っかりますね。はい、考察伸びないのが 100% 起きるんで。で、しかも、強い盤面になる可能性はかなり低いし、強靭は騎士で逃げるっていう技もできるんでね、人外は。7番のプレイヤーが発言します。お願いします。6番さんに関して 1番さんが一角しなければって言ってたんだけど、1番さん占い師で OK なの ?6 番さん。6-1 とかいう、あれも出てくるんだけど。どういうこと ?6 番さん。6番さん、謎なんだけど。どういうことかなと思ったんだけどな。それが一番気になってしょうがないんだけど、4番さんに関しては一番白いかなと思ってて、2番さん、9、今日より論明の理由がわからないって言ってたんだけど、そこが良かったかなと思ってて、2番さんを叩いてる。2番さんの票はいらない、4番さんかなと思ってて、素直に発言しているかなと思ったんだよね。うん。だから6番さんが意味がわかんなくて、6番さんついたいなって思ったのは私おかしいかな。言いましたから。はい、以上です。8番のプレイヤーが発言します。はい。俺は1番さん村だと思うけどね。1番さんが9番さんに対して、なんか印象を述べただけだと思うから、黒い要素、それが黒い要素になると思わないからね、1番さんの。それを叩いて2、3、4、6ってのは1番さんを釣りたい、ただ単に釣りたい人物かなって思っちゃうから、うん、5番さんは真っ当位置だなと思ってる。5番は、うん、俺は1番さんは釣りたいと思わないですよ、今日は。2、3、4、6から釣りたいっす。はい、以上。9番のプレイヤーが発言します。あれ、これ、あ、100秒ね。で、95でお願いしますね。ちょっと待って。自分で言っといては、2が8しろ、2が8しろ。で、ね。あれ、ちょっと見えね。これ。ごめんとね、もう一人貼った、ごめん、2番さんのチャットしか見れない。ごめん、もう一人の占い貼ってもらっていい？あ、3が5ね。ごめん、マジでごめんなさい。なんかね、で、7番さんが騎士か。うん。だから、霊能と騎士は確
定なんだ。なんかね、一番さんにヘイトが集まってるなと思ってずっと聞いてて、確かにね、白稼ぎドーンっていうのはね、すげえ僕は不快に感じながら聞いてはいたんですけど、2位から6ぐらいまでのヘイトが全部1に行ってるのが、なんか、一番さん村なのかなと思ってて、で、なんだけど、8番さんがね、最後に、一番さん助けに行ったなと思って、7番さんに任せるんだけど、1番さんの色を見るのがすごく、なんか、分かりやすいあれなんのかなって思ってしまいました。1番さん白だった時って8番さんってほぼほぼ白かなって思っちゃうんだよな。1番さん黒だったらなんか8郎で 2戦もなんか終えるから、なんかごめんね。あれやべえべ。7番に任せるけど1番さんつってあげる。1番のプレイヤーが発言する。まず9番さんが霊能持ってるなら最初からドン進行唱えればいいじゃん。途中から唱えてるから自分自身で黒くなったからドン進行提唱して白くなろうとしたんじゃないかって俺は考察残して叩いただけね。で、俺も6番さん釣りたいけどね、まず2から1釣りよし、3も1釣りよし、4も1釣りよし、5が変わって6も1釣りよしで、6番さんって乗っかってもいいですけどねって言ってるから、もう占いフラグ打ってるのに占いに出てないんでしょ？俺はもう6一本釣りでいいけどね。さすがに便乗すぎるし、9番さんこれ2と3に狼いったらライン切ったってこと？1に。1囲わずに1が釣られたら負けよ、2と3に相方いたら。正直ね、ただ、占い師両方白打ってるとこが自分かばってんだよね。5と8が白かばってるから、その、多分、2と3に人狼がいたら、1釣りたいってことは、1釣り寄せてるところに大体白を打つんだけど、そこに打ってないっていうのは、ちょっと囲いももしかしたら、あるのかなとは思うけど、とりあえずさすがに6番さん、その位置で2、3、4が1釣り寄せて、さらに1釣り寄せはちょっと黒いよ。現状は6釣りでいいかなと思う。2番のプレイヤーが発言します。じゃあ僕が進行を取ってもいいなら16ランでいいんじゃないですか。7番さんも6番さんのことを怪しく見てて、1番さんもヘイト溜まってる満面かなんで、7番さんのために、7番さん出なくてもよかったんだけど、多分釣り1じゃなかったから騎士でね、はい、16ランでいいんじゃないですか。グレランだったら、はい、4番さん安心してください、はい、今日は16ランでいいんじゃないですか。対抗は人狼として見てます。5番さんは普通に人狼じゃないかなって思ってます。 4番じゃなくて 3号は普通に人狼陣営だと思ってます。理由としては5番さんって初週から人狼マークつけましたみたいな、3人が見つけましたって言ってるんですけど、あなた目線って人がいっぱい多くないですかって思ってます。後輩値は全員白なんですが、色見えてるんですかねって思っちゃいました。はい、巨人なのか人狼なのかわかんないですが、三番さんはほぼほぼ人狼だと思ってます、はい、なんで普通に16ランして白出て、まあ、黒出たらラッキー、黒出たら、2、3釣り切りでお願いします、はい、それで勝てると思ってます、はい、正直クロスは普通にしよう、まあまあいいや、そこはね、発言聞いたりして決めようかなって思ってます、はい。まあでもね、普通に考えてね、一番さんのね、例えば一番さんが人狼軸だとして、一番さんの味方ってね、果てしなくいないんだよね。だったら別に6でいいんじゃないかなって俺は思うけど、一番さんのね、味方、例えば一番さんが人狼陣営だった場合、なんか SG にされてるだけなんじゃないかなって思ってるから、俺は6釣りでもいいんじゃないかなって思ってます。以上。3番のプレイヤーが発言します。はい、よろしく、ワンワンワン。まずその9番さん、危ない進行やめて。あのね、8番さんが仮に村だった場合に、これだけその1番さんに対してヘイトが向いてるっていう状況で、1番さんがないんじゃないか、さらに盤面上ね、2、3が1を押してたっていうことから、1ってその見にくいと全体的に村のみんな見えると思うよ。そこで1、6っていうふうに挙げて、でまあ
2がそのどっちかかわかんないけれども、なんか発言的には狼っぽいっていうふうに思うよね。攻撃当たった方おめでとう、うん、ただほぼほぼその2からのラインで1はないって思う、うん、で4が消えていた。4という人物はそのまあほぼほぼ僕の言ってることがその正しいと思うっていう目線で、なんだろう、自身のスケールっていうのをそのちゃんと落としてない人物っていうふうに今のところ怖いなって思ってる人物なんだよ。2目線で4が消えてたのが謎だから、あの4の話はよく聞かないといけないなって思ってるし、うん、しあの6っていうふうに今挙げたから6にも行きたくないよね、対抗が。ジェイスありがとう、うん、からまあ4かな、4か、まあまあまあ8がもしそのあそっか片白か8は、そしたらまあ今のところ1よりも4だな僕はっていう感じです。はい、けど4番って2釣りをしてるけどね。のプレイヤーが発言します。僕ですよ、パワーゲーですよ、よろしくお願いいたします。なんか両方とも占いわかんないっすね。2番は4番に対してなんか村助してませんっていう発言1個拾っちゃってんすよ。4番はまあつって1番6番のなんでランでなってで1番は保管して6番に行くかみたいな感じで、4番は4番になんか語りかけてた感じありましたけど、4番の白知ってんすかみたいな感じ。でも3番は3番でなんだ、4番の黒要素はなく1番4番で4番の発言を聞いてからで8番は片白かっていう、3番占いの時に片白かっていう表現ってするかな、すんか俺、いやしないと思うんだけど、なんかうんー、なんかこれ1番と6番行ったところでなんか囲ってんのかな、なんか16からなんかそんなに1周目6番別に変じゃなかったけど、1番だ、4釣りだ、4釣り、4番オカミ探してないわ。これ2番さん絶対偽っす、 100% 偽っす、 100% 偽占い師だと思いました。5番の言ってることも汲み取れず、1番の最後になぜか村置きし、4番をなぜか意味なんかね村置きし、白が透けてて、それ6番に対しての苦労さもなしで、1番6番の欄自分進行取っていいですかでしょう。これで死んだったらやばいっすよ、だいぶ。だからその場合っていうのは、これね、1番で言うと6番が便乗位置でもわかるし、これ囲いもあると思うよ。だからそう余計そうなんですよ。だから2番目線1番の村置きをして、それで2番で5番の人狼を追ってたんですよね、なぜか。だから2番っていうのは別に5番釣りでもいいレベルっていうぐらい言えばよかったじゃないですか。いや、1番の村置き、4番をなぜか白置きし、強人は1釣りをすから6番に対して何も言わず、汲み取りもせずって言って、だから多分これ2番偽だった場合っていうのは、自分1番は3番村だと思うんですよね。だからそうなった場合なんだけど、4番がそこで2番の村助を拾えて切ったって、あライン切りもあるのかなって思うんですけど、そこで言えたのはまあ24、難しいな。でもこれは2番の偽占い師っていうのだけは分かったから、これしっかり多分次の6番の発言を聞いた方がいいかなって思ってるから、6番8番ぐらいでいいんじゃないかなって自分は思ってるかな、うん、そうっすね。どう考えても1番が正当なんで、9番ってそのトップバッターどん進行したら釣られないんですよ、大体の。6番のプレイヤーが発言します。まあ5番さん途中まで良かったですけど、ブーメランですね。2番が4番をなぜか弾いたって言ってましたけど、5番さん4番をなぜか弾きましたね。1番を村だと思ってるのは分かったんですけど、68でいいですって、なぜ4番を飛ばすんでしょうか。1番にも言うんですけど、6番が便乗位置、5番も言ったよね、
じゃあ4番も便乗にならない、2、3が押してて4も押してるように、4、6が便乗1って言うんだったら分かるんですけど、なぜ6番だけが便乗1になるんでしょうか。7番さんに言ったこと、1が1隠しなかった場合は偽で見ますって言ったけど、まあ、それは俺は人外で見ますっていう意味で言ったんで、まあ、若干汲み取ってほしかったかなっていうのがありますね。2番、3番発言聞いてないのかなって思うのが、1、6でいいんじゃないって言って、まあでも1は平地溜まってるから6番いきますねって、2番むちゃくちゃじゃない、逆精査しますね。で3番も2、1はないんじゃないか、いやいやいや2番って1番を釣りたがってないですよね。2番って6番に矢印向いてますけど、3番さんそれで1、2がないからって6番釣るつもりですか。おやおや、2番3番とラインがないのは僕じゃないですかね。で5番も8番も一応守っている、4番は1、6だったらどっちも行きたくない、1番を守ってる人物が5番、8番、2番、3番なんですけど、1番が一番ラインあるんじゃないですか。だいたいそれだけ黒いこと言ってるから叩かれるんですよ。わかります？途中からドン進行唱えたから黒い、黒いとはなりません。便乗とかじゃなくてそれだけ黒いことやってるだけです。はい、それで守られる理由がよくわからないね。うん、分からんかな。1番が1番釣りたくないって思ってるやつがこんだけいることが不思議なんだが、4番、あ、1番でいい。7番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。2番さん、3番さんか。ね、3番さんの方が新かなと思うんだよね。4か、4番さんってさ、占い分からない。うん、16かっこいいか、16どっちかかっこいいって言ってんだよね。4番さん一番最初なんだけどなあ。5番さんに関しても別に分からなかったんだよね。で6番さんもね、人外でね、あんなに言うかなって思ってて、6番さんは抜かしていいのかなって思うんだけど、9番さんごめんね。とにかく私守ってね。どこなんだろうな。6番さんは釣りたくないなと思ってて、4番さんも釣りたくないなと思ってるんですよ。で、3番さんの白先の5番さんも白いことから、2、8、1、に集まってるのかなと思うんだけど、これごめんね、間違えてた。うん、8番さんの話も聞くんだけど、1村だと思ってるってすり寄ったのかなって若干思ってるし、1番さんが狂人なのかもしれないし、ここマット位置なんだよね。5番さんがマット位置だったら3シーンで置くでしょ。守ってね、以上。8番のプレイヤーが発言します。一番はないと思うけどね。2、3から釣り押されてて、ラインないと思うんだけど、一番から。売らないし、2、3でしょ？まあ、6、8でいいと思ってる。6、8の精査ね。6、8その精査してください。5番さんが言った通り、まあ、6、8の精査でいいんじゃないかなと思ってる。俺、6番が怪しいと思ってるよ、俺は。ああ占いだったら2番のが偽かなって若干思った。4だ4だ、うん、あんだけ1釣りたいって言った割に1、6で精査したところ、まあ、6釣り黒囲いしても勝てるかな、6強で、うん、1、6で見てなんで1番さん釣りたいって言ったのに急に6番さんに釣りたいってなってんのかなって。2番に全プレイヤーの発言が終了。する人いるからね。ああ、2だ。投票が終了しました。2、偽だね。6番、6番、2、4かな。利用してください。いや、7番さんもさ、そのはっきりと言ってくれませんか。1、8でいきましょうとか、なんか6、8でとかよく意味わかんなくない。票をずらすことが人外行動だと思ってます。
はい。まあ、人外、8番が人外か分かんないけど、人外入りのある行動をやってるプレイヤーだと思ってるんで、村だったら2日目以降、ちゃんとあの取り返してください。いあのまず人外の方が票集めれるんで、人外色見えてるんで、だから釣り位置が決まらなければ決まらないほど、1箇所に集中できる人外陣営の方が得なんですよ。分かります？これ基本ですよね。8番もさ、さっき言ったじゃん、俺。2番、3番が1番を押してるから、1番が人外じゃないっていう目線で言うなら、2番、3番が押してるの俺だから。わかる？うん。わかる？ 2 番は1番、6番でいいんじゃないって、でも1番ヘイト溜まってるから6番行くわって言ってるんだよ、はっきりと。3番はそれ聞いてないんだよ。3番それ聞いてなくて、1、2がなさそうだから6番行くって言ってんだよ。6番行くとは言ってないが、1、2はなさそうだとははっきり言ってた。だから2番、3番が6番、1、6だったら6番に投票するっていうことを言ってるんだよ。だから2、3が1を押してるとかいう理論で1が白くなるんだったら逆だろ、俺だろ、白くなるの。わけわかんねえよ。7番がちゃんと仕事してねえからダメなんだな、これは。うん。まあ、あとはもうみんなで頑張ってくれよ。夜が更けました。こんばんは。どうもペチペチね。これ46ローローなんかな。46、まあこれ24か34やろ。4番黒やろ。ああ、きしかめありがてえ。え？マジで？はい。まあ、6番さんしよう。バック。マジか。どうなんでしょうね。かっこいいか。一人のあれもあんのかな？ライン切りも。え？一人？ちょっとわかんないですね。まあ、3番白いと思ったけどね、俺は。うん、あ、俺に8白、俺なんだ。じゃあ、8偽じゃん。8偽。あ、これしてたわ。ん？俺今回3番行くわ。俺、スムラだから。はい、以上。9番。のプレイヤーが発言します。まあ今日はあれですよね、58でいいんじゃないですか。はい、だから8番さん3番さん行くっていうのはないと思いますよ。あのなんだ、2が死んだと思うんなら5行けばいいだけなんだから。はい、でその5番さんの ところも触れずに3行くわってはなんだろう、村っぽくないかなって気はしました。まあ、2周目がね、6、8でいいよって、なんか、言ったのが、まあ、7番さんもそれ拾って、8番さん投票言ってたのが面白かったんだけど、8番さんは、ムラリがないかな。だって、8、6なんて、ほぼ多分6番さんに行っちゃうんだろうなと思ったから。はい、僕は、ごめんなさいね。今の発言を含めて8番さんが、偽にしか、黒にしか見えていません。ごめんなさいね。あの、まあ、一応5番さんの発言聞いて、あれ、やべ、更新はするけどね。はい。1番のプレイヤーが発言します。俺はもう6番さんが強人だと思ってる。まず強人目線で多分1のローって一番薄いと思うから、そこ釣りをしてるってんで、やっぱ6強だと思うから、28か35のどっちかだと思う。まあけど8番さんかなりテンパってたんで、まあ、28が濃いかな。で、しかも2番さんって1入れてるから、まず2が1釣り押し、3が1釣り押しの時点で、多分3、1には見えないはず。だから2番さんって1投票はさすがに2の方が偽かな。それに2周目に1、6ランでとか言ってるけど、1、6ランじゃなくて、2番目線って4、6とかじゃないの？ 1 弾いて。だから2番さんの方が2戦目かな。
まあ、チャンバンさんが6行ってたら、まあ2が6釣り寄せてたから行かなかっただけか。まあ3番さんも便乗で俺釣りをしてるからね。まあけど俺目線5番さんの心象がいいよね。2が1釣りをし、3が1釣りをし、4が1釣りをし、5番があそこでかばってくれてるのが俺目線5が心象がいいからね。まあ28ロール6強かなとは現状思うけど、2番さんなんで1投票した？2番のプレイヤーが発言します。僕のことを信用してくれないと思ったからですよ、単純に。はい、あ、単純に信用占い師としては、あの、俺の信用欲しい人を残したいんですよ。こうやって考察して俺のことを信じてくれるから、あのね、残したくないんです。はい、で8番さんはね、多分強人、あのムーブっていうか、あの反応はおそらく強人で、やべご主人様みたいな感じで言ってるんじゃないかなって率直に思ってる。一番さんが6番さん強人って言ってるけど、そういう発言するのも一番さん臭いと思いますよ。だから釣り地にもなるんじゃないですか。まあ別にこれは一番さん伝えたところで何もならないんですけど、で5番さんの黒要素、1周目から1周目2周目ともに俺のことを、2戦目叩いて、ずっと叩いて普通に3号のラインですからの、はい、でちなみに一番さんにも言ってきますけど、5番さんも8番さんもずっと一番さんかばってますよ。俺はずっと一番さんのこと愛してましたけど、で7番さんが6番さんを釣りたがってるってことで、静寂として 1,4,16 か16でいいんじゃないかなって思ってるっていうの発言残したんですけど、俺に何か違和感ありますか？はい、それで新切られたら、まあ、あなた教授なんですよってことなんですけど、まあ、どうか分かんないですけどね。まあこれで俺は3号が見えたんで、普通に3号を釣り切れば勝てると思ってます。多分 3黒5黒なんで、教授位置は8だと思います、時点で1、今の構図的にね。はい、まあどういう反応するかだと思いますけど、はい、まあ5番さん言ってください。3番のプレイヤーが発言します。はい、よろしく。ワンワンワン、まず昨日の LINE の出し方、2が明確に6を釣りたいと言った、僕目線6ってあの狼じゃないよね、そういうそのラインの切り方をしていて、かつ6番って両方の占いをぶったたいていた人物だよ。占いをその恐れてないっていう議論姿勢を見せていて、そこはその7番も拾っていたと思う。うん、で、あの、2番がもしその真の占い師であれば、いや、やっぱり昨日は1番じゃないやっていうラインのそのヘイトの向き方からね、一番はないなって言っときながら、今日になってまた、いや、やっぱ一番が怪しいって思うのであれば、絶対に1を占うでしょう。で、4番さん、あの、僕のね、内訳は、28ローの6強、6って1に言ってるんだよ。6が強人だった場合は、あの、ヘイトの向け方から1はないなって、1が村だと思って投票できるからね。で、あの、片白っていうその表現をしたのは、あの、僕がスムラを引いた場合、あの、片白から詰めるのは絶対に嫌なんだから、あの、8番には手をかけないっていう進行を取ったっていう返答しとくね、4番。だから、僕の提出としては6強でいいと思う。だから1の目線が合っていて、で、28郎で提出します。4番のプレイヤーが発言します。はい、僕ですよ。パワーゲージですよ。よろしくお願いいたします。いや、3番目線で4投票にはならんと思うんですけど、僕6番投票した理由に関しては、2番と3番とラインが、2、3をが進路盤面だった時に、1番は、2番とのラインはあるだろうなとは思ったんですけど、3番とのラインはあんまないと思ってて、唯一6番が、両方とのラインを得るなと思ったから6番投票したんですけど、6番が白でしょ。7番どこ投票して、僕8番が強人だと思ってるんですよ。だから3番の8番の黒っていうところと3番の4投票ってないと思ってるんですよ。78投票、まあ、16詰めてもなんか白しか出さそうにないなと思って、
はいたんだけど、まあ2、3でラインガンの6なんだろうなと思って6投票したけど、8番手だって2周目の発言かなんかで6、8のランでいっかみたいな発言から8番の意欲、生存意欲ないんですよね。3番が8に黒打ってんのは、まあ、8番は怪しい位置だけど、8番のムーブって強靭ムーブだから、3、5狼の8番強靭なんじゃないかなと思ってるんですよね。3番の4投票が下線なんですよ。5番のプレイヤーが4、8なんかな。はえどういうこと言われます。なら4番さんなんで1日目6番投票したんですか。えどういうことですか。え4番さんなんで6投票したんですか。3番って多分4番投票理由って2番が4番をなぜか村尾記者からそこで2番4番があるかあると思ったから4番投票じゃないですか。ならなんで4番さん6投票したんだ。今頃8番の狂人を追い出してで6番村だってどういう視点を持ってるんですか4番さん。いやーこれ4番さん急に黒くなってきましたよこれ。もう一回ね、2番さんの黒要素。2番さんってさ、1番さんをなぜか村を来ちゃうの。1日目に。その後に5番が人狼だっつって。で、6番を釣りたいっつって。そうなった場合っていうのは、1番弾けない。1番6番のラン、自分が進行取ります。1番6番のラン。これって2番さん目線おかしいと思うんですけど、わかりますか、そのところ。だから2番さんが絶対売らないし、偽だ。100% 偽だっつって。まあ、結論上そうでしたよね。まあ、8番に関してはその強ムーブが何だか知らんすけど、自分2番の西見えてるんで、これは8番投票しかないんですけど。これ4番が急に黒くなったなぁ。あ難しいなぁ、これは。8番、4番かぁ。いや、2番、8番、まぁ、6番の、難しいなぁ、これは。4番が急に黒くなりだしたんやな。まあとりあえず8番さん言ってください。2番さんの西洋とってな言った通り。全プレイヤーの発言が終了しました。終了しました。4、2が 5? 追放されるプレイヤーは8番、8番の遺言を発表してください。はい、まあそうですね、頑張ってくださいって感じです。はい、以上です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。昨夜は1名の方が亡くなりました。9番、1番のプレイヤーが発言します。はい。これは8番さんの自投票なんだ。まあ狂人じゃないんだけど、狂人使用した理由ってちょっと俺占ってほしくなかったから。なんか48ロロがありそうだったから4占って欲しかったんだよね。まあ、4隠しろやろ ?4 番なんで5行ったあれ。8番村に見えたんかな。3、5ロロ8強ってあんのかな。まあまあまあちょっと発言聞こうか。8番教授もちょっとありそうな気がして、まあ4番さんちょっとなんで5言ったかちょっと聞かせて。4番教授ならもうここ5いけないから
俺狂人じゃないからね。俺狂人だったら絶対5行くから、まあ多分4番狂人なら5行こうと思うか、ちょっと4番の発言、もう4が狂人なら2行くしかないから。2番のプレイヤーが発言します。いや、1か8でしか狂人ないから、まじで。こんなんで負けると悔しいんですけど。ああ4番さんはね、おそらくね、あ、決め打ちなんで2番行きましょうって言うんじゃないですか。狂人だとしたら、あ、じゃあ5番さん行きましょうって言って1番さんぶれるんですか。1番さんってどっち釣りたいんですか。それはっきりしないと。だから狂人に目に見られるんですよ、俺から。だから釣りたいって言われてるんですよ。だから俺は8、1って言ってるんですよ。8が狂人、1番さんは6番さんのことをずっと狂人を起きして、あなたは狂人のことしか探してないですね、1番さん。8のうち投票はね、加点は黒くなりすぎでしょう。勝ち方分かってないのかな、狂人。あ、勝ち方、あ、勝ち方っていうか、いいか。どうなんだ。ルチンで2浪残ってる。おしんさんに分からせる。いや、分からん。8の思想が分からん。8の思想が分からん。こうなってしまったら、もう6が狂人で落ちてる。あ、8で狂人で落ちてるぐらいしか俺考察伸ばせないんだけど。めんくさいね。1番さんが、本当に村であれば普通に5-3釣り切ってください。悩む必要はないですよ。あの、何を悩んでるんですか。狂人地探さないで人狼地探してください。あの、しかも3番、あ、8番さんって、3番さんに入れますねって言って、わけのわかんなくてし、5番さん行ってください。2の方がなんか新名がねえわ。プレイヤーが発言します。はい、よろしく、ワンワンワン。まず、2番さんの発言で失言をしたっていうことはみんなわかってほしい。2番さんが8番さんに向けて勝ち方わかってないのかなって。で、僕の本戦は、2-8の6強だから、あのね、4番さんもう一回理由の部分を初日を思い出してほしい。2番は6番を釣りをしました。で、僕はスムラを引いた時に片代に行く進行って基本的によっぽど怪しくない限りはしない人物なんよね。だから、あの、4番が怖いから釣ります、投票します。で、あの、僕は僕の意思で4番に投票してるの。今ちょっとイベントやってるんでね、単独でね。最終日なんで。でもちゃんと理由は付随したと思う。配信してます。うん。から、あの、ちゃんと、あ、追加ありがとう。から、ちゃんと今日は2を釣ってほしいです。うん。で、ヘイトの向け方からも、その、1番はないっていうふうに僕は思ってるからね。うん。から、どちらにしろ、じゃあ4番さん目線で、8が狂人だとして、でも2の狼っていう、ちゃんと追えるよね、盤面的にも。かつ、じゃあ4番さん目線で投票する人物が村陣営に見える。ないよね、4番。そこもちゃんと加味してほしいです。6番占いとか。はい、今日は2釣りで。4番のプレイヤーが発言します。はい、僕ですよ、パワーゲーですよ、よろしくお願いいたします。いや、5番行ったのは8番の強目が高いからっす。だから8番1個前の週で8番6番乱停止をしてる人物なんですよ。2番8番狼だったら8番の HP 減ってますし、8番って自投票するんですよ、この盤面で。だから8番強人視点だったら3番に狼塗りされて、黒打ちされてるから3番が、ご主人なの分かっているわけだから、8番狂人で自投票しているんじゃないですか、これ。で、5番が4番が怪しくなったっていうんだったら、5番視点だったら4番狼で8番狼起点で2番狂人って視点をパッと言わないといけないから、よう分かんないなと思ったから、5番投票っす。一番さ、狂人じゃないっすよね。すごい生きてんだけど。5番のプレイヤーが発言します。だからなんで4番は1周目に6番言ったんだよ。その8番が自投票とかするって未来の話じゃん。4番さん8番が自投票するって分かってたんですか。さっきの論だったらそうですよね。4番さん8番が自投票してるか狂人見えるってそれ未来の話じゃん。
4番は8番の未来が見えてるんですか、自投票するっていう。何を言ってんだって。これね、これ2番さんいけないのはマジでおかしいと思ってるよ。あのね、もう一回ね、2番さんの西要素言うね、黒要素。2番ってさ、1日、2番さんって1日目にさ、1番のことをなぜか村置きしたんよね。で、多分2番さんは多分、4番とか6番が一番言ってくれると思ったんだ、絶対。だって1番のその1周目がおかしいって言ってるから。だから2番ってなぜか1番村置きしたけれど2番投票している、じゃあ2番って1番投票しているんですよね。ここでおかしいんですよね、やっぱ1日目からおかしいんですよ、偽要素。そこで5番黒要素っていうのは5番しか拾えてないのに1番6番の欄、どういうことですかそれ。2番さん、まあそういうとこっすよね。4番さんもおかしいですよ、だいぶ。まあ、ローメがあるのって言ったら2番だと思うから、自分2番でいいと思うんですけど、まあ、どうなんですかね、これは。評価しようん、まあ、2番いきますか。分からんけど、さすがに俺目線5は白いんよな。234と俺叩いてるからね。もう少しで再スタートしますよ。当たった方おめでとう。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは2ゲーム終了。ああ、よかったよかった。村人陣営の勝利です。ああ、無理か。4キロ。いや、初日釣りたかったな。5番さんうまいっすね。いや、5番さんはさっきにしなかった2がローメがあるんでって言って1のローメを追おうとしたんでしょ。そこを追ってくれないかな、1番さん。え、あ、自分1番のローメってことですか。いや、俺ね、8番うまかったと思うけどね。いや、違う、2のローメじゃなくて4番、2番だった場合っていうのは4番に2番のがローメがあるって言ったんです。4番隠しろだから。あ、そっか。あ、だから、あ、そういうことね。だから4番強制。あ、そういうことっすね。だから、あるとしたら1と2しかないのに、ローメがあるのでって言ったら、失言やんって言って、1番さんがそれを捉えてないのがちょっと悔しい。失言してるわ。そうだね。2に行きますかね。俺ね、2番が6入れたら少しは考えたけど、さすがに1投票はね。